カタールで行われているサッカーのアジアカップで日本代表は14日、ベトナムとのグループリーグ初戦を4-2で制し白星発進した。前半に一時は1-2とリードを許したものの、MF 中村 K とフランススタッド・ランスのスーパーゴールで逆転。これに海外のファンが、今大会最高のゴール、これは止められない、と驚きを隠せない様子だ。動画、鮮やかなストライク。 極めて秀逸だ。突き刺した超絶ミドル団に海外絶賛。中村圭人の実際の場面。日本を窮地から救う一撃だ。試合は22の同点で前半の45分を終え、アディショナルタイムに突入した。中村が左45度から右足を折り抜くと、ボールはベトナム DF 人の頭上を越える弧を描き、ゴール右上隅に吸い込まれた。中村は実に A 代表で6006発。 ゴール量産マシンと化している。大会の公式 X、旧ツイッターが、が、鮮やかなストライク、極めて秀逸、と題して公開した動画には、海外のファンから驚きの言葉が並んだ。今大会最高のゴールの一つだ。この映像を見てタイヤパンクさせちゃった。これは止められない。どれだけ素晴らしいキックか。ここまでで最高のゴールだ。豪快なシュートだ。日本の次戦は19日で、 イラクが相手となる。2011年以来5度目の優勝が期待される中、中村のプレーにも注目が集まる。